皆さんこんにちは、B レジェンド大林です。今回はですね、ダイエット目的の場合、有酸素運動は筋トレ前にした方がいいのか、筋トレ後にした方がいいのか、ということについてですね、解説をしていきます。結論から言うと、筋トレ前か後かどっちかでいくと、まあ筋トレ後の方がおすすめではあるんですけども、私個人のおすすめとしては、もう完全にですね、有酸素と筋トレのタイミングは分けていただくのが一番効果的なんじゃないかなというふうに思います。その理由についてお話をしていくんですけども、有酸素運動をですね、トレーニング前にやってしまうっていうのは、まあ一番ちょっとやめといた方がいいんじゃないかなって思ってるんですけども、トレーニング前のウォームアップとして5分とかね、10分ぐらい軽く有酸素運動をやるっていうのであれば、まあ全然問題はないです。むしろ体が温まって怪我の予防になったりするので、積極的にやっていただきたいんですけども、体脂肪を燃やしたいから30分とかね、1時間頑張って有酸素運動やった後でトレーニングするっていうのは、どうしてもですね、有酸素運動で疲労が溜まってしまう。でその後でトレーニングすることになるので、集中力も持ちづらいですし、筋肉のねスタミナも落ちた状態でトレーニングしてしまうので、トレーニングの効率が下がってしまうんですね。ダイエット減量で大切なことっていうのは、体脂肪を落とすのももちろんなんですけども、それと同時にですね、筋肉量を落とさないっていうことも、ものすごい大事なんですよね。なんか理由があって、何としても体重をこのラインまで落とさなきゃいけないっていう方であれば、まあ別なんですけども、だいたいこうダイエットしたいです、減量したいですっていう方は、体型を変えたくてやってるわけですよね。体型を変えたいというのであれば、体脂肪と一緒に筋肉も落ちてしまうと、見た目ってそれほど大きく変わってくれないんですね。筋肉が落ちるとやっぱりね、皮もたるんで、ちょっとガリガリにね、痩せ細ったような、ちょっとだらしのない感じの見た目になってしまうので、筋肉量をキープする、筋肉は落とさないようにしておくというのがすごい大事になってくるんですね。じゃあどうやって筋肉量を落とさないようにするのかということに関して大事なのが、トレーニング中の重量とか上げる回数とかですね、そういうトレーニングの強度をなるべく保つ、落とさないということなんですね。なのでしっかり運動をして体脂肪を落とす、エネルギーを消費していくというのも大事なんですけども、トレーニング前に疲れてしまって、肝心のトレーニングで力が出せないということになってしまうと、筋肉も落ちやすくなってしまうので、あまり筋トレの直前に有酸素運動をがっつりやるのはおすすめはしていません。まあ、どうしてもね、事情があるのであれば、まあ仕方ないかもしれないんですけども、タイミングを選べるのであれば、なるべくトレーニング前というのはやめておいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。トレーニング後に有酸素運動を行う場合なんですけども、これはまあトレーニング先にやるんで、トレーニングはねフルパワーの状態でできますから、トレーニング前に有酸素運動をやった場合と比べて強度の高いトレーニングができるので、トレーニング後に有酸素運動をやっていただいた方が効果的ではないかなというふうに私は考えています。それに加えてですね、筋トレ中に、まあ、体から成長ホルモンが出るんですけども、この成長ホルモンっていうのは体脂肪の燃焼を促進させてくれる効果があるので、その成長ホルモンが出て体脂肪の燃焼がですね、こう活発になっている段階で有酸素運動をやると、より体脂肪を燃やしやすいというふうに言っている人もいたりします。ただこれにはですね、私ちょっと懐疑的で、人間の体でこう自然に出てくる量の成長ホルモンで、果たしてですね、体脂肪の燃焼にそれほど大きな違いが出るのかどうかっていうのは、私結構疑ってます。そんなに変わんないんじゃないかなっていうふうに思ってます。それよりもですね、筋トレした直後にエネルギーになるような食事をあまり取らずにですね、長時間有酸素運動をしてしまうことでエネルギー不足になって、また筋肉量を落としてしまう、そっちのリスクの方が高いんじゃないかなっていうふうに私は考えてますので、そういう意味でですね、トレーニング後の有酸素運動というのも私はあまりおすすめはしていません。トレーニング後に有酸素運動するんであれば、ハイインテンシティインターバルトレーニング、ヒートとかってね言ったりするんですけども、そういう強度の高い有酸素運動とかですね、時間を短くしていただくと筋肉は落ちにくくなるのでいいんじゃないかなと思います。まあ長くても30分ぐらいまでにしていただいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。もし私が減量中に有酸素運動をやるとしたら、もう有酸素運動とトレーニングのタイミングっていうのはもう完全に分けちゃいます。まあよくあるパターンなんですけども、朝早起きして有酸素運動をすると、そこからまあ仕事をして夜にトレーニングをする、
逆でもいいですよね。朝早く起きて朝トレして、仕事から帰ってきて夜に有酸素運動をするというような形で、トレーニングと有酸素運動も完全にね、離してしまう、タイミングを分けてしまうというのが、一番筋肉を落とすっていうデメリットが小さくなるんじゃないかなというふうに考えてますので、まあこのやり方をおすすめはしています。ただし、ダイエットとかね、トレーニングで成果を出すのに一番大事なことっていうのは、まあどれだけやってることが効果的かというよりも、やってることをずっと継続できるかっていうことにかかってます。でトレーニング前に有酸素運動をするのが一番続けやすいとかですね、トレーニング後に有酸素運動をやるのが一番続けやすいというような方であれば、無理なく続けられるタイミングで有酸素運動を入れていただくといいんじゃないかなと思います。もちろん有酸素運動をやらないという選択肢も全然ありだと思います。ダイエット減量はね、摂取カロリーと消費カロリーのバランスですので、有酸素運動をねやらなくて消費カロリーが落ちてしまっても、その分食べる量を減らして摂取カロリーも減らしていけば問題はないので、無理にね有酸素運動をやる必要もなかったりはするんですけども、有酸素運動を考えるのであれば、ご自身にね合ったやり方というのを考えていただくといいんじゃないかなと思います。その中でもですね、一つの選択肢としてトレーニング前に有酸素運動をやるよりは、トレーニング後にやった方がいいんではないでしょうか。もっといいのは、有酸素運動とトレーニングのタイミングを完全に分けてしまうという方がいいんではないでしょうかという私の提案でした。今回はですね、減量における有酸素運動についてのお話をさせていただきました。他にも何か知りたいことがあればコメント欄にお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。